どうも皆さん、こんにちワンダーバンド、リリースしてツードロー、リュウです。さあ、今日はですね、この1個前に多分動画上げてると思うんですけれども、ブルーアイズデッキ、進化した最強ドラゴンっていう、スキルが強化されたので、今日は、ちょっと少しガチ寄りのね、少しガチ寄りになると思うんですけど、構築的には多分、の、聖眼デッキ、1個前で多分すげえロマン砲ぶち込んでると思うんで、もうちょっと戦えるようにした、ブルーアイズデッキをちょっとご紹介していこうかなと、思っております。でどんな、デッキになっているかというと、基本的には、今まで通りの、その罠聖眼って言われている、聖眼デッキにプラスしまして、進化した最強ドラゴンっていうスキルで、エクストラがね、今これちょっと説明文変わってないから、これ説明文変えてくんねえかな、すぐに。いつも思うんだけど。で、この説明文に変わってないんだけど、簡単に言うと、ここにプラスツインバースドラゴンが入るんですよ。エクストラデッキに。で、さらに、手札のブルーアイズ2枚を、3ターン以降にブルーアイズ2枚を相手に見せると、融合を、デッキ外から、想像できるっていう。もう想像者ですよね。だから。想像者より強い。カードが1枚増えるから。っていう、スキルで、まあ、これを採用した聖眼デッキ。今まで多分この、スキルってオルタナティブがほぼほぼだったと思うんですけども、これを進化した最強ドラゴンにするっていう選択肢も今後出てくるよっていうことをちょっとお披露目していきたいなというふうに思っていまして、でこういう気になってました。でまあ強いのはね、やっぱね、太古の白石もちろん強いし、太古の白石を罠で捨てるっていうのももちろん強いんだけど、調和の豊殺でこのホワイトブレジェンドを墓地に送りながら2ドローするとブルーアイズサーチできたりするんで、これでスキルの発動条件満たしたりとかね、いうことができるんですよ。だから今まで聖眼デッキでは突破できなかったモンスターも突破できるっていうのが、ツインバーストドラゴンの強みなので、除外するっていう効果があるからね、知らぬいのモノノベみたいな、モノノベじゃない、モノノクみたいな、イメージです。だからあんな感じで除外していけるので、しかも戦闘で破壊されねえし、自分はまあ強いということで、ちょっとツインバーストを活躍させつつ、新しい進化した最強ドラゴンのスキルの使用感もね、確かめていきたいなというふうに思っております。早速デュエルスタンバイ。ふぅ、ボンコツどもに真の最強モンスターが何たるかを思い知らせてやろう。ついにね、進化した最強ドラゴンスキルが実装になりまして、見てください、エクストラデッキの枚数9枚です。エクストラデッキの枚数9枚、6枚しかないと、言われております。デュエルリンクスにおいて9枚という圧倒的エクストラデッキの枚数、この9枚のエクストラデッキを有効に活用して相手を粉砕していきたいと思います。窓なるほど、ちょっと選んで除外は若干その乙女とかに結構ぶっ刺さってくるからみたいなとこあるんですけども、まあ隕石とかがちょっと強いので、まあなんとか、ああいいねいいな、反応強いじゃん。とりあえずちょっと一回乙女から行きまして、でまあ乙女はなんだかんだその相手ゲーテを乙女に使わざるを得ないみたいな感じの部分もありますから、最悪ね。まあちょっと多分まあそこゲーテだと思うんですけど、あのセットがまあそこまで不利というか、どっちかでも罠強いから、なんかこっちの方が有利まであるけどね。もうなんなら結構罠が引けてたらなんか全然いける気がする。はいはい、バテル OK。 結局ね、皆さん聖眼デッキの何が強いか、まあ、よくご存知だと思うんですけど、聖眼使ってる人は聖眼デッキってね、聖眼が強いんじゃないんですよ、罠が強いんですよ。罠めっちゃ強いんですよ。だから罠で何とでもなるっていうのがやっぱ一番いいところですね、聖眼デッキの。まあ、ちょっとですね、若干そのモンスターと罠をバランスよく引かないといけないっていうのがあるので、まあ、ちょっと若干そのご都合主義みたいなデッキではあるんですけども、一応罠でもどうとでもなるというのが、まあ、一番いいところですね、聖眼デッキの。多分サンダーブレイクも、まあ、因果切断が多分一番強いですね、あの魔道には。隕石でサイマジぶっ飛ばせばレベル8は出てこないんで、はいはい、あるものはどうしよう。ちなみにサイマジレベル88じゃない、沈黙の方は精霊流の方、スピリットドラゴンの方でも墓地効果止めれるんで、リクルート効果的なやつは2体は効いてないな。2体は効いてないんだよな。これゲーテぶち抜かれるとちょっと嫌なんで、ゲーテ打つしかないか、ゲーテじゃねえや、切断は打つしかないですね。で太鼓捨てまして、相手のフィールドの、表側表示のモンスター1体を選択し、そのモンスターをゲームから除外していく。これによって、ま、これお互い
除外できるのはフィールド、じゃなくて墓地にいる場合なんで、他のモンスターが。だからフィールド2体いるとちょっと1体残っちゃうっていうのはあるんですけどね。はい、2000ダメージぐらいだったら全然受けましょう。2000ダメージ受けましょう。全く問題はない。エニフェス終了前、あ、終了しちゃっていいんですか。なるほど、次のゲーテを構えるとかそういうことはしなくてもいいですね。店はもらいましょう。でエンドフェイズ G、白石たよりさんの効果発動。デッキよりブルーアイズモンスター一体を特殊召喚できる。現れよブルーアイズホワイトドラゴン。これが俺のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやっ、ブルーアイズホワイトドラゴン。そして俺のターン、カードを1枚取ろう。ん、強いぜかわいこちゃん。ティーバック、ティーバック来た、かわいこちゃん。レベル8ブルーアイズ、これセリルでね、レベル8ブルーアイズホワイトドラゴンにレベル1、伝説の白石をチューニング。聖なる守護、身にまとうし白き竜よ、その青きマナコに映る敵を召し、新たなる脈動をかきたてよ。新規の召喚、降臨せよブルーアイズスピリットドラゴン。そして伝説の白石の効果によってブルーアイズホワイトドラゴンが手段に加わる。さらに墓地の体育の白石の効果を発動、ゲームから除外しブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加える。そしてサンダーブレイクの効果を発動、サンダーブレイクの効果によって手札を除外し墓地の送り、てめえの沈黙の魔術師サイレントマジシャンを破壊。そしてサイレントマジシャンの効果はスピリットドラゴンで無効。スピリットドラゴンは墓地のカードの効果の発動を一度無効にできる。ブリ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 。そしてスキル発動、進化した最強ドラゴン、見よ、これがブルーアイズデッキの新たなる可能性だ。手札にマジックカードを融合発動、ブルーアイズホワイトドラゴン2体の魂を生贄に捧げ、現れよブルーアイズツインバーストドラゴン融合召喚。これが敗北だ。うわー、滅びのツインバーストストリーム。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、名前なんだっけな、名前忘れたわ。デュエルスタンバイ、ホワイトオブエンシェントをお持ちの、あー微妙微妙微妙、モンスターしか引けてないやつ。太鼓の白石を、まあ、太鼓の白石か、太鼓の白石ですね、太鼓の白石で、ですね、ブルーアイズ出すのちょっとやめます、一回タッチしましょうか。で、太鼓の白石の効果でホワイト白き霊竜を出しといて、これでエンドと。いや弱えな、まあ、ちょっと次のターン一応融合持ってきて、なんかその展開とかできるけど2体あるから、ちょっとね、ハンドめっちゃ、初手めっちゃブルーアイズっていう、あったじゃないですか、あのフォーチュンレディリッキーにもありましたよね。お、返答銃珍しい、あのフォーチュンレディリッキーの時もありましたよね、めっちゃ初手ウォーテリーっていう状態、これはめっちゃ初手ブルーアイズっていう状態がね、割ときます。で、アンダルを、デッキに返して、デッキから好きな剣闘銃を出せるやつ、それアドソンなんだよな、やってることでも。スレイブタイガーって結構、スレイブタイガーって2枚で1枚出してるんでね、基本的にはアドソンなんですよね。で、まあ、うん、それはいいですね。で、バトルステップもいいです。で、そいつは別に良くて、で、ここでエンドしていただきたいんですよね。まあ、なんか変身されるこれ、変身されて対象取られるんだったら、まあ、変身すればいいって話あるけど、あ、オッケーオッケー。では私のターン、調和の宝刹、最強カード引いた。先調和か、これは先調和だな、先調和の宝刹活動、太鼓の白石を墓地の栗、2枚カードドロー、どんだけモンスターしか引けない、まあしょうがないか。青姫の剣士を召喚し、青姫の剣士の効果を発動、デッキより光特性のレベル1のチューナーを持ってこれるぜ。そしてまあこれ罠踏みに行くか、罠は一回踏みに行こう。レベル8、白き霊竜にレベル1、青姫の剣士をチューニング、新規の召喚、ドラクオンバーミリオン、そしてドラクオンバーミリオンの効果を発動。チャリオとかなんかですかね、これ、この伏せカードは。
チャリオットかなんかでだと思うんですけど、この時点的に、まあ、それは踏みに行くからよくて OK で、戦車は全然よくて、でビリ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 バチコンで効果開始されたので、ドラゴンバイブルの効果によって除外されている青木の刑事が戻ってくる。スキル発動していく。進化した最強ドラゴン、俺は手札のブルーアイズホワイトドラゴンを貴様に見せ、融合をデッキ外から手札に加える。手札が単純に1枚増えた。めちゃくちゃ強い。そしてドラゴン目覚めの旋律の効果を発動。太古の白石はもういらねえんじゃねえか。そしてブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加える。そして俺の手札にはブルーアイズホワイトドラゴンが3体、手札よりマジックカード融合を発動。俺は手札に存在するブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を一挙に捧ぐ。ネオブルーアイズアルティメットドラゴン融合召喚。貴様の命はここでおしまいだ。一応太古の白石の効果を使って1枚ブルーアイズを回収。バトルフェイズ、このネオブルーアイズアルティメットドラゴンはエクストラデッキのアルティメットドラゴンを墓地に送るともう一回攻撃できるぜ。ハイパーアルティメットバースト。どこの馬の骨か知らんが、ブルーアイズの前に敵はない。さあ、お相手の方、髪型ぶっ飛び女ですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。フォーチュンビジョン、おっとフォーチュンレディもなかなか見なくなりましたよね、やっぱりね。ほんとソリティアデッキくらいでしか活躍してるところあんま見たことないっていう話ありますけど、さあゴーチンレディーコーリングいいでしょう。さあま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 あ、そんぐらいはいいでしょう。ね、あとはね、エヴァリーをね、どうやって処理するかなんですよね。まあ、因果切断もあるし、一応ツインバースもいるんで、まあ結構除外ギミックが少し増えてるんですよね、一応青眼デッキにも。だから、まあ、そこそこの対応力はあるとは思います。エヴァリーに対してもちょっと選んで除外をだからされちゃうとあれだけど、多分ね打点がね少しね上がってくれた方がいいかな、エヴァリーは。ちーちゃん、なるほど、ちーちゃん、オッケー。でひたすらに俺も光強いの、ありがとう、やったぜ。おお、いいね、なんか反応強いじゃん俺結構。あと因果切断引きてえな。なんかめちゃくちゃソリティされてる。これ何ソリティ始まんのこれ。これ何ソリティ始まったよこれ。レベルコピー、はいはい。でソリティア系のデッキな気配あるな、これソリティアデッキの気配あるよこれ。さあ一体何のデッキなんでしょうか。さあレベルをコピーしていく。さあ何のレベルに、レベルをコピーしていくんでしょうか。わかんないな、何が起きるんだろうこれ。なんかすごいことが起きそう。とりあえずミスラ、なるほど、ミスラレベル2になった。6789010、なるほど、10か。それから6788からの8からの、まあ、8から2はできないか、8から2できるか。今チューナー、シンクロチューナーがいるからね。ディサイシブアームズ、ディサイシブアームズってさ、これなんか結構やばいさ、青眼メタみたいな性能持ってんじゃなかったっけ。え